奈良市の近鉄大和西大寺駅前、今年7月ここで演説中だった安倍元総理が銃撃され死亡しました。当時現場近くには献花台が設置され行列ができていました。この駅前は来年3月末までに広場などを整備する計画が進められています。従来の案では安倍元総理が中で演説していたガードレールは撤去され、広場につながる道路の一部となる予定です。しかし先月末、奈良市長は海外を含めてこういった問題が起きた場合にどのような対応されているのかということについて研究をしたり、また実際に現場でどれぐらいの場所が取れるのか取れないのかというようなことも含めて幅広く検討してくれております。ちょっともう複数パターンではなくて、はい、もうちょっと怖いになってきている、複数パターンを考えております。安倍元総理の銃撃現場をどのような形で残すのか、複数案を検討していると明らかにしました。これに対し町の人は、残す必要はないんじゃないかなという、市民のために早く立派な道路に変えてほしいなと思います。この道路ってそちらから通るときも行き詰まりやすい道路で、各メモリアルっていうのにここの場所じゃなくてもいいんじゃないかなと思うんですけど、国のトップの総理が、亡くなった場所っていうので、大々的にっていうわけじゃないですけど、この場所は残しておいた方がいいんじゃないかなっていうのは、ちょっと思います。大層なのしなくてもね、ちょっとこうなんていうんですか、こう石板みたいなのね、小さなものでも簡単なのでいいんじゃないですか、そして今日奈良市議会でも市長に質問が飛びました。近日中に案を揃え、外部の専門家に意見を聞くとのことでした。市長が考える跡地活用の在り方をお聞かせください。歴史的な事件が起きた場ということをどのような形で受け止めるべきであるのか、どのように対応すべきか、もしくは対応すべきではないのかということも最終判断をしていきたい。議会では具体案や方針は示しませんでしたが、閉会後の取材に対しては、基本的には車道になるというロケーションだと思っています、はい、それを方向性を変えたりですね、迂回をしたりというのはちょっとやはり現実的ではありませんので、実際に事件があったその直の現場自体はやはり今後は、車道になるというのが基本だと思っています。例えば喧嘩をされようとした時に、どこに喧嘩をしたらいいかわからないということになりかねませんので、その目印となるようなものをですね、どこかしらに、設置をするというようなことも、一案であろうと。市は今月27日に予定されている安倍元総理の国葬後の今月末頃をめどに、いくつかの草案を示し意見を募りたいとしています。